平和記念公園内に常設する平和の鐘。平和の鐘は広島県広島市にある鐘。広島市への原始爆弾投下後、半角と高級平和を願って建設された広島平和記念公園内に設置されている。平和公園内には毎年8月6日の広島平和記念式典で鳴らされる鐘。平和公園の訪問客用に常設されている鐘。 毎朝8時15分になるチャイムの3つの鐘がある。さらに隣の広島市中央公園内にもあり、爆心地近くに4つ平和の鐘が存在する。また、市内には他にも平和の鐘がある。日本の音風景100選当時中央公園にあった児童文化会館。建物正面左に2台目の平和の鐘が見える。毎年8月6日の平和記念式典で、 平和の鐘が鳴らされるが、これは1947年8月6日、第1回広島平和祭で初めて行われた。広島市は当初盆鐘ではなく、西洋風の振り栽を考えており、この初代の平和の鐘は、教会で鳴らされるような鐘だった。鐘の重さは 37.5kg。式典5個の鐘は、現在の平和公園がある中島町の北端。 自ジ自花に高さ10メートルの平和塔に吊るされ、1948年第2回式典でも鳴らされた。ただ、朝鮮戦争による金属需要増加により、1951年3月盗難にあった。二代目の平和の鐘は、1949年、広島平和記念都市建設法交府を記念し、広島同合金鋳造会が市に贈与 この年の式典は元町の旧西連平城跡地である市民広場で行われたためそこに設置し、同年の式典で鳴らされた。鐘の重さは8 0 0ラム。翌1950年朝鮮戦争の余波で式典は中止、その後式典は整備中の平和公園内で行われるようになったため、一回のみ使われただけで、この鐘は使われなくなった。 その後忘れられた存在となり、死も20年以上は忘れていたほどである。1951年、式典は再開されるが、上述のように初代の金が盗難にあったため、平和の金は用いられず、サイレンが代用された。1952年平和式典で平和の金が再開され、この際には中広町の三本寺にあった金が用いられた。 これが三代目の平和の金にあたる。式典の日である8月6日は、どの寺院でも法要が行われていたためどこからも金を貸してもらえず、寺の段下の市役所職員が頼み込んだ末での下流家だった。この金は1963年まで使われた。金の重さは2 1 5ラム。なお、光元寺は火災により消失したが、金は時報となって現存しており、 2012年に広島市に寄贈、平和記念資料館にて展示された。1964年から1966年までの式典での金、つまり四代目は、元おじな町、臨済州観音寺の繁殖を借り受けて用いられた。現在は、観音寺の本堂前の軒下にて、寺院の繁殖として、現在も使用されている。現在使われている。 平和の鐘は1967年今流の5代目に当たる。鐘の重さは9 0ラム。1996年、平和公園内の3つの鐘の全体の音風景が環境庁の日本の音風景100選に選定された。年に一度8月6日午前8時15分平和記念式店内でに鳴らされる5代目の平和の鐘は1967年。 カトリマサヒコから寄贈された高さ77センチメートルの鐘で表面の平和の文字は吉田シゲルの記号。1966年頃、カトリは四代目の平和の鐘の音を聞きその音色が良く、ないと平和の鐘は新しく作ることを思いつき、よ九1967年から制作に入る。その際に鐘の表面に吉田シゲルが書いた平和の文字を刻むことを思いつき、 娘婿で吉田と面識があった、三金木清直が外が務官僚に依頼した。吉田は了解し、その記号を、香取は引き伸ばして、金に転写し、同年7月22日に完成した。完成後、香取は吉田にその音色を聞かせている。なお、吉田は、同年10月に亡くなった。普段は平和記念資料館、東館1階に展示されている。なお、 毎年式典でこの鐘を鳴らすのは毎年選出される遺族代表と子供代表の二人である。1964年9月20日原爆被災者、広島悲願決勝の会により混流。設計は、香取正彦。公園北側にあり、西側の道向かいに原爆供養塔がある。4本の柱で支えられたコンクリート製のドーム型の屋根に、 後径約1メートル、高さ1.7メートル、重さ約1200キログラムの盆晶が下げられている。鐘の表面には国境のない世界地図が浮き彫りにされ、銅座には原子力のマークが、その反対側には丸い鏡が表現されている。周囲の幅2メートル、深さ80センチメートルの池には当初大ガハスが植えられていた。現在では、 大河ハス以外のハスが目立つようになったことから、広島市が公開する資料では単にハスとして書かれている。この鐘は誰でも自由に打ち鳴らすことができる。ただし、不心得な観光客の乱打による金の破損を防ぐため、金の音が終わるまでは再び金を打ってはいけない決まりがある。1967年10月28日、広島小以上、ライオンズクラブにより混流。 設計は大気、大規制に平和の鐘の北側、相生橋連絡橋南詰めにある。上記の通り、元々初代の平和の鐘はこの付近に吊るされていた。60度ずつひとひねりされた3本の高さ20メートルの鉄柱の登場に、球体の3方向を向いた時計が乗っている。原子爆弾が投下された時刻とされる8時15分に、毎朝チャイムを鳴らすことにより、 ノーモア広島スをアピールしている。当初、平和公園の設計者である丹下健造の発言都市の方針により、平和公園内に、モーニュメント等の新規混流が禁止されていたが、関係者が丹下に会談、趣旨を説明後に混流決定した経緯がある。1950年代現在2代目の平和の金城記の通り、1949年広島道。 合金中造界混流の二代目の平和の金にあたる。現存する他の平和の金が、仏教式の盆章を採用している中、この金は、初代の金にならい世界に平和をアピールするため、キリスト教式の振り章を採用している。内径1.2メートル、高さ1.4メートル。また、被爆金属を溶かして鋳造されているところも特徴。平和の象徴である鳩や、 ノーモア広島スの英文、広島市長が刻まれている。中央公園のこの区画は、戦後 GHQ 全面協力の下で、大ホールを各に、児童図書館や美術館を建てる構想により整備された区画で、まず1948年に広島児童文化会館が建てられ、そして翌年に第三回平和祭が同地で開催された。 この平和の鐘は、その平和祭で鳴らされた後、児童文化会館前に高さ約9メートルの鉄骨の首楼に据えられた。その後、平和記念式典では全く鳴らされておらず、管理する市も存在すら忘れ去られていた。2013年に開かれた平和イベントで64年ぶりに鳴らされている。旧市民球場北側の中央児童公園内にある。現在、 旧市民球場は土地開発に伴いこの付近の再開発が決定しており、この金が保存あるいは解体されるのか市側は公表していない。海外には広島市との姉妹として経記念として広島が寄贈した平和の金がある。ホノルルアメリカ合衆国ハワイ出雲大社の前にある。1985年に広島市から寄贈した。 ハノーファードイツハノーファーのエギリエン教会にある。この教会は第二次世界大戦において爆撃で破壊され、現在は平和祈願施設として公開されている。広島市とハノーファー市が姉妹として結した際、1985年、広島市から寄贈した。なお、広島中央公園内にあるハノーバー庭園はこの時に整備されたもの。 モントリオールカナダモントリオールのモントリオール植物園内にある1998年姉妹として受結した際に広島市から寄贈したもの。詳細は広島平和記念公園交通を参照注釈だが響け、平和の金実行委員会側は行方不明と表記している。初代の金が盗難にあったため、この年はサイレンが代用された。 当時戦争の影響で多くの金が軍部に供出されているため金がなく、初代の金は旧海軍払い下げの金を所有していた建設業者から借り受けしたものである。厳密には仮設置であり、当時中島公園に鉄筋コンクリート製の手楼を建設して中央公園から移設する計画だった。式典は中止にはなったが平和の金のみ鳴らされた。 国境のない世界地図には、世界平和への祈願が、銅座の原子力のマークには、核廃絶への祈願が込められている。また、鏡は、人の心を映し出す象徴であると説明されている。オーガハスは2000年間度の中に埋まっていた種から、発芽した経緯があり、生命の復活を象徴する植物とされている。出展、ありがとうございます。